い、どうも、フラちゃんです。じゃあ本日は続いてのフィーバー情報が出たということで、今回は紹介していきたいと思います。続いて出るのはフェスタインフェルノフィーバーということで、こちらが8月19日に出た情報なんですが、こちらはですね、8月23日から9月1日までやるそうです。なので、まあ10日間といえば10日間なんですけど、ちょっとなんか少ないっつうか、まあ7日ぐらいかな。どうやらそれぐらいやるようです。今回なんですが、内容としましては1日ごとにボスが入れ替わるということですね。まあいろいろあると思うんですけど、レグナードとかダークキングとかメイブとか、そういったモンスターが1日おきに切り替わるんで、まあ、なので、まあ、通常のフェスタインフェルノとは違って3日おきではないということです。なので、まあ、皆さん3日おきだと思ってやっていると、もしかしたら戦い忘れるモンスターとかも出てくると思うので、まあ、そこはですね、もう気をつけてやってみてください。まあ、つうわけで1日おきに全てが出てくるというわけですね。まあ、多分、まあ、順番としましてはレグナードが来て、で次にレギルラッツかな、多分、まあ、いつもの感じで多分ローテすると思うんで、どうなんかわかんないけど、まあ、とにかく一日おきらしいです。はい、つうわけで、続いてはですね、で、ただそれだけかと。いや、お前、フラちゃんと。いや、そんなもんね。フェスタインフェルノフィーバーとか言っておきながら、ただただ、常闇とか、聖守護者のレベル1を、もう順番にすぐ出しているだけじゃないかと。いや、手抜きにも程があるわと。フラちゃんもですね、ここまでならそう思ってました。なんですけども、今回ですね、ちゃんとフィーバーらしい、その報酬とかもちゃんと用意されていて、まあ、今回は報酬が豪華にということで、フィーバー期間中は初回クリア時に出現する宝箱に入っている報酬がパワーアップするそうです。まあ例えば常闇の砂などの素材とか、その辺がもらえる数が増えるらしいです。具体的にはこんな感じ。アホでしょこれ、何15個って。いや、マジで、意味わからないぐらいもらえるっていう。まあ、通常であればね、まあ、これまでね、例えば、トガビトフィーバーとか、例えば、その、防衛軍フィーバーとか、まあ、それまではね、まあ、僕たちはもう、たくさん味わってきたと。まあ、そんなもん。で、それで、まあ、学習したこと、そんなにフィーバーじゃないっていう。まあ、なんだけども、今回、こんな感じらしいんで、なので、まあ、砂が15個もらえたりとか、まあ、多分これ、レグナードだけなんで、ダークキング倒せば、例えばね、なんか、トコシェのジェルだっけ、なんか、あの辺が15個もらえたりとか、まあ、多分そんな感じだと思うんで、まあ、今回はすごくフィーバーらしいフィーバーですよね。まあ、つうわけでこれはぜひともやっておきたいところで、まあこれだけじゃなくて、赤色の宝箱の出現率も少しだけアップしてるらしいんで、まあ、フラちゃんは未だになんか何回かこうね、フェスタインフェルノやってて、赤宝箱なんてもう都市伝説レベルの感じだと思ってたんですけど、まあ、どうもこちらの赤宝箱、まあ、ちゃんと出るようです。でもって今回、まあ、フィーバー中は宝箱の出現確率がちょっとだけ増えるらしいので、まあどうなんでしょうか。まあいつもはまあ 5%、 それがまあ 10% くらいにはなってくれるのかな、まあ、よくわかんないけども。でまあそれで追加で素材が手に入るかもしれません。でタイムテーブルとか報酬とかもなんかいろいろ書いてあったんですけど、まあこちらちょっと読んでいきたいと思います。まあ順番に関しては先ほど適当に言ったんですけど、まあこんな感じらしい。レグナード、レギルラット、スコルパイド、ダークキング、ジェルザーク、ガルドドン、メイブ、デルメゼ、バラシュナということで、まあこんな感じのローテが来るよということですね。隣に報酬も書いてあるんですが、まあトコシエの砂15個。まあ、これがレグナードですね。で、まあ、あとは聖守護者関連に関しては、羽が10枚だそうです。にしてもやばいっすよね、これ。だって、まあ、通常で考えれば、結構行かなきゃいけないわけですよ。レベル3であれば、3回倒す必要があったりとか、通常であれば、それぐらい労力がかかる羽とか、あとは砂とか、まあ、その辺なんですけども、それがですね、一度に、常闇系であれば15個、聖守護者であれば10枚、に加えてですよ。ね、これよく見ると、例えば上なんかレグナードのとこなんか、レグナードの像とか書いてあったりとか、ね、とにかく倒せば像が手に入るということなんで、まあ、どんな感じの見た目なのかわかんないよ、もちろん。まあ、ダークキングの像とかはもしかしたらデフォルメされ、まあ、ダークキングの像とか、その辺はデフォルメ系が可愛くて、個人的には好きなんですけども、まあ、多分、その実物、まあ、その本来の姿、まあ、だからデフォルメされていないダークキングの像、まあ、というかぬいぐるみではないんで、像なんで、なのでおそらくそんな感じのちょっと怖い見た目の感じのやつが来るでしょう。で運営の情報ちょっと見ていったんですけども、どうやらちょっと注意事項がありまして、これ結構大事で、宝箱に入ってるアイテムのうちいずれか一つでも習得して外に出てしまうと、その他のアイテムも習得してなくても初回報酬の権利が失われ、アイテムを獲得できなくなりますというふうに書いているので、まあとにかく1個取ったら、まあまさかいないとは思うけども、1個取って外出るという人は、まあただまあたまにやってしまいがちな人がいそうなんで、まあとにかく
くダークキングの像とかその辺に関してはなかなか多分入手できるものではないので、まあ、ここはですねしっかりと、まあ、この辺はバッチリ初回報酬を1個でも受け取ったら残りの全部も自分の手中に収めてください。まあ、つうわけでこんな感じの注意事項が書いてありましたって思ったんですけど、なんか米印でちょっとちっちゃく書かれてました。インフェルノフィーバーはバージョン 6.3 期間中にも開催予定ということで、なので、まあ、今回だけじゃなくて別に次もあるらしいんで、まあ、一応あの像を間違えてこうね、あしまったっつって、で一回出ちゃったよっつって、でなくなっちゃった、そういう場合の人でも大丈夫っす。なんかまた手に入るみたいなんで、まあないとは思うけど、まあ、そこはしっかりと気をつけてみてください。はい、というわけでこんな感じでフェスタインフェルノフィーバーという情報でした。というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはインフェルノフィーバーということで8月23日から行われるものです。まあ、こちら今回10日間ではなくて、まあ、7日とか、まあ、8日ぐらいかな、多分ボスモンスターの数だけ、まあ、その日にちあるんで、なので、まあ、数えたら9日間ですね。なので10日間ではないので、まあ、とにかく今回に関してはフィーバーらしいね、その報酬ががっちりこう詰まっているんで、まあ、他のフィーバーもねこんな感じにしてほしかったですね。例えば転生フィーバーなんかは、まあ、もうちょいね、いいアイテムを落とすモンスターを追加するとか、まあそういうことにしてもらったりとか、まあ防衛軍フィーバーはまあ良かったとして、まあ他にもまあちまちまとフィーバー系でちょっと残念なものがたくさんあったんで、トガビトフィーバーに関してもこれと同じぐらいやってしまえば良かった気はするんですけどね。まあ5倍とか6倍ぐらいにして、まあバーンとこうやってくれれば、ちゃんとフィーバーらしいフィーバーだったんですが、まあ今回はね、まあしっかりとこう、フェスタインフェルノフィーバー、めちゃめちゃフィーバーらしいんで、つうわけで皆さん忘れずにやってみてください。まあせっかくなんで最後までちょっとガルドドン倒すまで見ていきたいと思います。まあさっきから海賊でめっちゃいいダメージ出してると思うんですけど、まあ要は海賊でもねこんな感じにうまいこと大砲とかを組み合わせればかなり効果力を出し続けることが可能なんで、なので皆さん海賊舐めない方がいい。まあそこらのバトマスとかよりも結構火力出せるケースはある。まあとはいえど、まあ海賊がうまくできるんだったら海賊以外でやった方が、まあ結果火力は出せるみたいな感じなんですが、まあとにかく、まあこの三段ショットね、やばいからマジ。会心の補正が通常の特技だと、まあ大体こんな多段攻撃であれば4分の1とかに設定されてるんですよ。まあ要は、会心率が 10% だとしたら会心補正が1/4、まあ、その場合だと単発の会心が出る確率というのは 2.5% になってしまうんですが、まあ、こちらの、三段ショットこれに関しては、まあ、会心補正がなんと1/2なので、つまり会心率が 10% だとすれば単発が 5% も会心が出る確率があるというわけですね。なので、まあ、めちゃめちゃ会心が出やすいので、まあ、ぜひともこちら三段ショット、まあ、威力を高めるためには攻撃力じゃなくて、会心を盛りましょう。めちゃめちゃ恩恵がある。まあね、4.2% 武器につければ、だって7段ヒットなわけですから。なので、まあ単純にどっかしらで会心が出る確率っていうのは、まあ12、3% くらい上乗せされるようになるんで、武器に 4.2% つければ。まあなので、通常の特技よりもめちゃめちゃ会心の、その恩恵が得られるというわけですね。なので皆さん、ぜひとも海賊をやる際には、武器にも腕にも会心つけてみてください。結構大砲のダメージを伸ばそうと器用さ上げてる人いるんですけど、あくまでも大砲は補助的な火力なんで、メインは三段ショット、ひたすらそれでバカみたいに火力を出していきましょう。でまあ大砲が溜まったら大砲置いての、でこの隙間時間に三段ショット、素晴らしい。まあガルドゾーンに関してはちょっと守備力が高くていまいち火力が出せないんですけども、まあ、そこはまあご愛嬌ということで、でまあちょっと賢者とか死んでるんでちょっと回復蘇生行こうと思ったけど、よしなんかガルドゾーンが邪魔してちょっと変な感じになってしまいました。まあここは遠くから火力をひたすら出していきましょう。でまあ空いた時間に三段ショット、この時に前衛さんをしっかりと壁にすることがマジで大事で、はい、事故でいいん、ちょ危ない、大丈夫大丈夫で、いい感じにちょっと大砲の位置が最高の位置なんで、まあ、ここは前衛を壁にしながらひたすら三段ショットで
で、この時に大砲もこれなんか移動速度アップとかなんかよくわからんものいっぱいついてるでしょ。この新速の空間中って大砲がえげつない速度で、まあ、大砲ぶっ放してくれるわけなんで、まあ元から置いてある大砲に限るんですけど、まあ、なのでまあガルドノンの HP が 25% いくまでには大砲3つくらい置いておきたい。そうすればすごい速度で攻撃してくれるということです。まあ新速の空間が始まってから置いたやつというのはまあその速度アップがついていないので結構遅めになってしまいます。うい、倒しました。なかなかいいダメージでしょう。まあタイムもそこそこでした。つうわけで今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。